個人的な感想言っていいですか、はい、なんか今回のアルバムっていうのはあの聞くたんびに印象が変わっていってで何て言うんでしょうそのオードブルもサイドディッシュもないフルコースメイン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 ,メインみたいなちょっとパッと聞いた感じでうわ食べにくいっていうようなまあ本当あくまでも個人的な感想なんですけどでも実際飲み込んでみると こんなに美味しいもんないやってう。の前で食べにくいって言って、ね。いね、<laughs> すいませんした。失礼なやつだ、こいつは。<laughs> いや、本当でも、なんか、グーグルするんですけども。食,食いました。もう、さんざん食ったので、お返しできないんですけど。ゲロで吐け。え、それはちょっともったいないので。あれですけど。ねえ、なんか、あの、そういうアルバムかな、なんて思って。宮もさん。<え>今、遠くに行ってました。遠くっていうか、まあ、あの。 まあ、悪気がね、ながってるけどよ。はい。喧嘩売られてます、今。喧嘩じゃねえだろう、おめえが売ってんの、このバーガー。いえいえ。気をつける、本当は。売ってないです。で、まあ、そういうアルバムが出るんですけども。またやられてしまいました、私、今三年ぐらい、えー、何年前だったけど、前の記憶がどんどん蘇ってきて、えー。宮本さんにいつも冷や汗をかかされてしまうという現状なんですけども。えー、今回ですね、えー。ライブが終わったばかりで。宮本さん。 <何>えー、4月、えー、ごめんなさい5月の14日からニューアルバム「登れる太陽をひさげて」のツアーがスタートするんですけども、えー、そのツアーを前にして先週の土曜日武道館のライブを終えたばかりで、えー、その時は蔦屋さんもサポートで出てくださったということなんですけど今度のツアーっていうのはまたサポートメンバーなんかを迎えるんでしょうかツツアー、はい、ツアアーーーはニューアルバムを中心に あのいいライブをやりたいと思ってます。はい。またサポートメンバーとかはどうしようかな。え、ね、いろいろ頑張ってあのニューアルバムができたそ直後のツアーなんで。はい。あの武道館でこの前本当先日すごくあのもう僕らもあの見に来てくれたみんなも見に来てくれなかったみんなも本当にみんな喜んで。